現在のディオクレティアヌス宮殿、ディオクレティアヌス宮殿は、クロアチアの都市スプリトに残っている宮殿で、3世紀末から4世紀初頭に、かけて古代ローマのディオクレティアヌス帝によって建てられた、ものである。古代ローマ時代のディオクレティアヌス宮殿の創造図、ディオクレティアヌスは、西暦305年5月1日に定位を退いた、後に陰性しようと、巨大な宮殿を建てた。 実際の建造は、ディオクレティアムスが定位を知り属10年前の295年から始められていた。それは、ダルマティアの皇帝族州州とサロナから 6.5km ほどにあたるダルマティアの海岸から伸びる短いヒストリア半島の南側の湾に位置していた。その地域は海に向かって緩やかに傾斜しており、典型的なカルスト地形で、石灰岩の尾根が、 東から西に走っていた。中世が終わった頃には、西洋では本宮殿の存在そのものが、実質的にわからなくなっていた。この状況が打破されたのは、1764年のことである。この年に、フランス人の芸術家、古物収集家、シャルル・ルイ・クレリソをはじめとする総案者たちの意向で、宮殿の調査を行っていた。 スコットランド人の新古典派様式建築家、ロバート・アダムが、その成果を、ダルマティアのスパラトロにある、ディオクレティアヌス帝の宮殿遺跡として交換したので、ある。アダムにとっての宮殿は、新古典主義の新しい様式を生み出すための刺激になった。そして、実測図の出版は、ヨーロッパの建築用語に、ディオクレティアヌス宮殿が持ち込まれる契機となった。 本宮殿は現在、他の重要な歴史的建造物群と共に、スプリットの中心市街にある。ワールドモニュメント財団は、建物の完全性に関する調査や、石、漆喰などの清掃、補修を含む保全計画に取り組んでおり、2009年中には、完成させる予定でいる。宮殿の平面図は西側、北側、東側のファサードからそれぞれ塔が突き出ており、 不規則な長方形をしている。宮殿は、豪奢な別邸の特質を備えている一方で、巨大な門や見張り等の存在によって、軍事施設の特質も混ぜ合わせている。宮殿は城壁に囲まれており、時には9000人以上を収容した。宮殿地下の一部は、半円筒ボールとを備えた、石像建築物である。南側のファサードのみは直接海に接するか、 極めて海に近いため無防備である。その上階にあるアーケード付き中廊の精緻な建築上の組み立てはより地味な他の3つのファサードとは一線を画している。それぞれの壁の中央に付けられた堂々たる扉は中庭に繋がっている。南の海に面した扉は形式と寸法の面で他の3つよりも簡素で皇帝が私的に海に向かう場合や 必需品の納入の際に用いられた勝手口であったと推測されている。デザインは別邸の様式にも城塞の様式にも起源を持つが、この二重性は内装にもはっきりと現れている。横に走る道は東門と西門に通じており建造物群を二分している。南半分はより豪奢な建造物群で皇帝の皇敵、私的な各居住区画や、 宗教施設が置かれている。皇帝の居住区画は海沿いにあるが、地面でなく土台になる構造物の上に建てられている。これは傾斜した地面が高さに著しい差をもたらすことから、調整する必要があったためである。土台部分は何世紀にも渡りゴミで埋められてしまっていたが、保存状態は良好で、その上にあった当時の部屋割りが、 どのようなものであったかを伝えてくれる。南から眺めた宮殿集中式と呼ばれる素晴らしい中庭は皇帝の居住区画への北面の通り道にもなっている。同時に東ではディオクレティアヌス病王への通り道に西では三つの神殿への通り道にもそれぞれなっていた。宮殿の北半分は北門から中庭へと南北に走る道によって二分されている。 これらの区画の保存状況はあまり良くないが、一般には兵士や召使いたちの居住区画であったと考えられている。どちらの区画も通りに囲まれている。また、外壁沿いに長方形の建物が並んでいるが、それらは貯蔵庫であったと考えられている。宮殿は地元の白い石灰岩や高品質の大理石で建てられた。 大理石の大半はブラチ島の石切り場から、業界岩の大半は、近隣の川床からもたらされ、レンガの大半は、サロナ製である。エジプトの花崗岩の円柱や、スフィンクスなどのように、装飾に用いられた材質には輸入されたものもある。また、五岩やいくつかの中東に用いられた、良質の大理石は、プロコネソス製である。宮殿の水は、 サロナ近くのヤードの川から引かれていた。スプリトからサロナへの道沿いには、当時のローマ水道の遺跡を見ることができる。この遺跡は19世紀に、大々的に修復されたものである。この宮殿は現在、他の重要な歴史的建造物群とともに、スプリトの中心市街にある。ディオクレティアヌス宮殿は、その保存状態の良好さによって、 一地域にとっての文化財というだけにとどまらなくなっている。この宮殿は、クロアチアのアドリア海沿岸では、最も有名でよく整っている、建築的、文化的な遺産であり、地中海の宮殿、ひいては、ヨーロッパや、世界のものに目を移しても、その中で際立ったものと言える。それゆえに、1979年には、国際連合教育科学文化機関は、 ディオクレティアヌス宮殿と周辺のスプリト歴史地区を世界遺産に登録した。世界遺産に登録されているにもかかわらず、市議会は2006年11月に宮殿内に店舗など20軒以上の新しい建築物を建てることを許可する決議を行った。背景には地元不動産業者たちのロビー活動があり、多分に政略的なものだとされている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。当時のスプリトはラテン語でスパラトゥムと言い,い、これはしばしばラテン語のパラティウムに由来すると説明される。しかし実際には近隣のギリシャ人入植地アスパラソスに由来し、さらにその語源に遡ると一体で普通に見られたサン雑誌に行き着く。つまりは、 スパラトゥムがラテン語のパラティウムに由来するというのは俗説に過ぎない。ありがとうございます。